最初さ、お題のでさ、ちゃんとしっかりそこ取ってさ、慣れてきたらちょっと軽くしてみ、朝一ちょっと一発ボーンっていってね、早く下ろしてちょっと大きいの釣れたらいいな、まあ、潮の流れも動きもちょっと分かんないから、うん、すぐ一頭で買えるかもしれないです、軽いのに。で、まあ多分狙いはメバルとソイ中心で、特にあのメバルになると思うんで、まあできればシルエットちょっとちっちゃいので、あとサイズ落として釣っていくっていう感じになるかもしれないですけど、まあ最初はこれ。船長に聞いたらタイは厳しいんじゃないかということで、まあ全般的に根魚もちょっと水温低下で食いちょっと渋ってるみたいなんですけども、あ、来てるね、あ、来た、来た、うん、ここに来ました、うん、この底取りがちょっと難しい、風が強くて、でもかな、これバカだ、おー、いい方だ、3番目はタイメタル 60g でお決め割れでした、ということでね、今日はあの女性陣も2人ほど連れてきたんですけども、このメバルは特にあの臆病な魚なんで、ジャックする釣りよりはマダイと一緒でデッドスローのただ巻きで狙っていくという釣りが今日はもう主体になります。まずあのうちのスタッフの、マナミンとですね、あと左舷側に、ミッキーと2人釣れてきたんで、まあハマれば結構、今日もいい釣りできると思います。彼女たちのね釣りはぜひ今日は見てやってください。あー来た、おい、あれ引くね、今もうボトムですね、もう着底してハンドルもう巻き始めすね、なんでしょう、キメバルだ、おい、タイメタルですね、僕は今 50g 使ってます。今日風が強いんでちょっと元で取りにくいということで、彼女たちには 60g つけさせてます。まあ大体 5,60 ぐらいで今日やってますね。すごい浅いからメバルも叩くね、見ちゃう、どうだべ、でかいか、でも結構重い、もういいね、ほぼほぼほぼ大丈夫か、いるか、よし、頑張れた、よいしょ、これ玉さんの
これ佐藤くん来た。佐藤さん引いてんじゃないぜ今。あー意味悪ですね。このスイベルいいよ。メバラ釣れるなこれな。これやっちゃうとよれちゃうのよ、あの糸回っちゃって。メバルとかもくるくる回って上がってくるでしょ。俺も使ってる。そう売ってるんだ。こうやって、うん、だってうちで作って売ってるんだもん。ボトム取る瞬間に結構当たるのと、あとやっぱりそんなに上ではないな、ボトムから5メーターぐらいの範囲なんで、そのぐらい探って時々ちょっと目線切ってあげるように、ちょっと10メーターぐらい上げたとこから落として探るのは大体5メーター以内ぐらいやってる。いや久しぶりの釣りだから気持ちがいいね。塩はどうなの？塩自体は？塩はそんなに効いてない。お、来たよ佐藤さん。おお、いいメバルだ。おお、いいメバルだ。両型、両型メバル。後ろかかってるよ、後ろかかってる。おお、まだ来ます。でかいじゃないの、あれ。おお、すごいぞ、でかい。先生だ。わかんねえ。超重たい、超重たい、超重たい。変なとこにかかってる？変なとこでした、考えなかった。変なとこでした。やっぱりちょっとボトム取れるか、ちょっと軽いのも落としていくか。27。50、60でね、今も実際釣れてるんですけど、この小さいルアーをこの今使ってる利点はですね、やっぱり一番はこの今メインターゲット、このメバルになってきた時にやっぱりちょっと小さいやっぱジグの方がこう食いつきがいいっていう場合もあるんで今やってみてるんですけど、あとまあ仙台湾なんかでマダイなんか釣っててもこうどうしても潮がこう緩くて潮がこうつかめない時ですね、このタイメタルはデッドスローのただ巻きで狙ってくるんで、どうしてもこう潮をつかんで泳いでくれないと魚に誘いが効かないっていうところもありますから、まあ、ちょっとこう潮がどうしても効かない時はタックル全体を細くして、軽いジグで潮を捉えて釣るっていうところがでまた超過につながると思います。いったー、一発。今27g で釣ってたんですけど、この他にスーパーライトシリーズ 22g と 17g あります。でもまあ今これ 27g なんですけども、水深40ぐらいありますけどね、もう全然こんな風吹いてる中でも、まあ、遅いタックルでやってもらえば、ボトム取れます。結構いい引きですよ。オキムバルかな。メバル取ってきます。それわー、両形です。おー、来たー。いいぞー。佐藤さん、こっちにあります。おし、来た、来た。今、50g のグローゴールド裏帯に変えました。来たよ。おし、来た。釣ったよ、ちゃんと。おし。爆笑だな。うん、ちゃんと釣ったよ。うわ、飯食う暇ねえな。はい、黒だ、今度黒。あ、やっぱ本当真面目だ。よしよしよし。よし、入れ食いだ。入れ食いだ。引き釣れよ。また来たらもやる。
おおすごいね。私今50です、はい、まだ来たな、佐藤さん一発だね。おし、入れ食いだぞ、入れ食い。なんでなんだろう、こっち側いいのかな。よいしょ、ナイス。ほら、来てんじゃねーの。そうだもん。絶好調だね。いいよな、いい感じの軽さです。さあさあ水だれ、こっち。オッケー。ちょっと風がやっぱりちょっと待ってきて強い時あるから、今40にした。お、佐藤さん来てます、こっち。よっしゃ、結構ずしんずしんとくんだよね。いや、メバルだと思うんだけど、結構ほら型がいいからさ。おお、表。よっしゃ、なんなのこれ。まずいね。何沿いだこれ。まずい、まずい、まずいだ。ちょっとまずいだ、ちょっと玉かけて。よし、はい、ここまで上がる。すごいっすね、腹パンパンですね。やりました、みんな来てるぞ。まだこっち、ゴーシまた黒こっちや。メバルか、それは多分メバルじゃないかな、連発してるから。みんな大島が来た。メバル、黒メバル、黒っていいね、いい角だな。どうしてきた、お、こっちもだ。おーしよしよし、黒黒黒黒黒、バチ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 。おー、了解。あ、佐藤くんとダブルヒットでしょ。ダブルヒット、はい、最初強くと強くて了解でした。おー、ナイス、粘る。2人で持ち上げて、はいよ、タイミングよく、タイミングよく、はいよー、おいよい、ナイス、黒黒。おっ、はい、佐藤さん、好調だね。いや、でもタックルがね、ルアーが合ってきましたね。ワンキャスト、ワンヒット連続ですね。バタリだ。着底してスローリトリーブで3回ぐらい前だと思うけど、もうホールでもう乗ってますよね、粘る。まあね、今年寒いですけどね、もうね、仙台から来てもね、こうやってもう今高速で簡単に来れますし、この富岡沖、あ、なんか小魚ですね、イワシ食べてますね。そういうのもあってか、このシルバーでもこの色が合うんですかね。連発です、やりました。あー、美味しそう。切り方の沖メバル煮付けだな、これは。こんなもんで満足です。まだまだ釣れてんね。でもね、本当にこうジグが合わないと釣れない。ああ、やっぱり、うん、どのからでも釣れるっていう感じはしないですね。いいね、根掛かり注意の場所だそうです。なんか今船長のアナウンスでちょっと根掛かりきつい場所に入るっていうことなんで、ちょっとあのマダイ用の、まあ、P1 号のちょっと太い仕掛けの方ですね、大物用で、これで狙ってみたいと思います。意外とね、こういう魚礁周りはね、あの大きなソイとかヒラメなんかがねいますから、ちょっとその辺をね狙ってみましょう。
竿はですね、今度は仙台湾で主に、マダイ用にも使ってますタイメタル、レンジスティックタイメタル 69BTI になります。 PE は1号ですね。ジグはですね、タイメタルの、ズブラグローゴールド、これの 50g で今やってみてました。結構ね、黒沿いに実績あるカラーで、こういった魚礁ではね、僕いつも使うルアーなんですけどね。わ、来た、でかっ。お、来た、お、来た、お、来た、でかいよ。これはいい魚だ。まだやられちゃうか。いいもんですね、首の振り方が大きいですからね、いい魚ですよ。なんすかね。おお、太仕掛けに変えててよかったよ、これ。これスーパーライトだったらやばかったですね。マダイタックルですから。リード入るよ。リード入った。なんすか。やった黒沿いだ。お、でけえ。かかる。でかいっすね。でかいっすね。やりました。あ、50はあるぞ。55ということで、ビッグワン黒沿いでした。いや、久しぶりに仕事になったな。なんだこれ、でかいのか。手が来たよ、こっちも。遅いか。これも遅いだな。お、あ、見て。おお、やった。やっぱなんかさ、ゼブラゴールドってでかい人に来るような気するんだよね、それね。これは 60g ですね。はい、これでやってみます。違うか。